どうも、こんにちは。こんばんは。レイです。今回は前からね、言っていた、占い館が主催している占いの婚活パーティーというのを、埼玉県の慶市で行われて、慶市好きだな、みたいなね、いて参りました。まあそのね、結果の報告ということをしたいなとは思ってるんですけど、ちょっとね、ここね、ストレスなんか疲れで、ニキビできちゃって、今潰しちゃってね、血がさっきやっと止まったのかなっていうところで、放送事故になっちゃうけど、これ、ね、まあ止まったかなっていうところで、ね、放送開始したいと思います。で、まあやってきたのが、縁結び。まあ人とか物とかですね、すべてにおいて縁というものがありまして、その縁の結ぶ、神様を祀ってるというか、まあ縁結びが、まあ、ね、代表的な、ものみたいです。そこの神社で、まず参拝というか、ちゃんとね、巫女さんとかも来て、祈祷師が、祈祷師っていうのかな、なんかね、お祓いして、それで、こういうね、お守り。で、縁結びって書いてあるね。これをもらえて、さらにケーキも食べられるという形で、あと前もってね、占い館が、主催して、今回のパーティーやってますんで、占い館で無料のね、占い受けられますよっていうこともありました。参加前にですね。だけど、俺の方はね、断ったんで、まああんまり占いとかね、そういうの俺信じないんで、まあ人がね、人を占うっていうのもどうなのかなっていう、占えるわけねえじゃんっていうね。まあいいことは信じて、悪いことは聞き流すっていうね、そういう注意していくっていうね、考え方はいいと思うんで、まるっきり鵜呑みにするっていうのはね、これはどうかなっていうところがあるんで、俺はそういうのは全然信じない人間なので、いくら無料っていうか、まあその料金に入ってんだけど、それでもあるけど俺は断りました。で逆にそうやってね、まあ誰かと縁があってカップリングになったらお礼でね、後でちゃんと別料金だけども、ちゃんとお金を払ってお礼しに行こうかなとは思ってはいたんですが、で、今回ね、男30人、女の人が28人と、いう形で結構行きました。25人が定員なのに、やっぱりそこはね、企業っていうか、会社ですから、売り上げを上げるために、男の人数5人増やして、女性の方は3人増やしたみたいです。だからすげえ人数でした。で、こんなね、形で、建物の中ね、最初参拝して、次にこの回転寿司トークが始まるわけで、内側が男がいて、外側が全部女の人がいて、女の人は固定で、男がぐるぐる回っていくといういつものパターンになります。ただね、3分間、一人当たり3分なんで、すげえ早い。全くよくわからない、こんなの。誰が誰なんだかっていうね、メモを取る時間もね、あんまないので、はい、次行ってください、次行ってくださいって形になるんで、大変忙しい、スタイルになりました。だからその辺はどうなのかなと。で、フリートークの方がやたらと3分間、また3分なんだよね。ボクシングじゃねえんだから。で、しかも6ラウンドぐらいなんだよ、フリートークがね。で、回転寿司トークが1ラウンド、その後6ラウンドぐらい あって、ね、正確にはあれなのかな。4ラウンド、5ラウンドぐらいあって、女の人は逆に今度逆回転寿司トークっていうのがあって、女の人が喋りたい人のとこ前に座ってくださいみたいなね、こともやるんだよ。これでもさ、人気のない人っていうか、なんだろうね、もう、喋りたくない人っていうのも中にいるわけじゃない？で、しかも男の方が余ってるわけだから空席ができるんだよ。で、これがね、自分はたまたま隣に同じね、年齢の、まあ、おじさんと、まあ、並んで座ってて、で、まあ、絶対、一番年齢上の方になるんで、来ねえなということを、まあ二人でちょっと話してて、まあ案の定ね、その友達同士で来た若い28歳の東京から来た人とかね、そういう人がこう座ってくれたりしてね、まあ消化試合なんで、まあ軽くね、聞き流しましたけども、その後も30前半の方とか、来てくれたんですけど、自分の年齢から考えれば絶対に釣り合わないので、まあもう軽く、無視しときました。無視っていうかね、普通に話して、全然突っ込まないで、もう関係ねえ話題とか話してましたんで、まあ結果的にじゃあどうなのっていうところで、参加してるのは結構多かったです。地元の人だけじゃないです。やっぱり、俺みたいに違う地域から来てる人もいるし、栃木から来てる男の人もいるし、女の人で千葉から来てるよとか、東京都から来てるよ、神奈川から、横浜から来てる女の人もいました。まあそれだけね、やっぱりそこのね、慶市の神社は有名なので、テレビでもやってますんで、
あの駄菓子屋横丁とかね、うん、まあそれ言っちゃうと分かっちゃうんだけど、うん、かなり有名な地域になってますので、いろんなね、そのどうせなら神社にも来ながら、うん、行ってみたいと、その地域行ってみたいから婚活もついでにしましょうみたいなねところで、ただね、男8900円、女性が、6900円と結構割高なので、うん、まあでもそれなりのやっぱり人が来ました。普通の業者の、あの女性が1500円無料とかのあのクソパーティーよりも全然男女ともしっかりしてる人が来ました。ほとんどの人はスーツでした。9割スーツで、自分と何人かが、ラフな感じで、自分はあのジャケットにシャツは着てきました。で、細身のパンツ履いてったんですけど、カップリングになった方結局5名、いました。この30人対28人の戦いの中で、5組ですね、5組になったんですけども、その中でやっぱりパーカー着てラフなね、そのなんか本当にチノパンの細身の履いてる若い方が一番やっぱり綺麗なね、女性とカップルになってました。だから一概に服装がそうだからとかは言えないです。やっぱり年齢なのかなっていうのと、あと人間的な魅力だよね。うん。まあ結果的にどうなったのっていうことを言うと、まあ結局惨敗です。うん。まあだから俺はもう二度とこういう業者系のはもういけません。うん、そのね、あの高い、いくら高くてもちょっと違うなと。うん、難しいなと。で、40代の女性、アラフォーのね、女性中心に狙ったんですけども、それでもやっぱり、初婚の人は多かったです。あの、子持ちは一人しかいないので、まあ、やっぱり初婚だから、今までの動画でもね、言ってた通りに、初婚の女性のアラフォーの人は目が厳しいと、超えてると。うん。やっぱりシンデレラ症候群っていうね、ものにもかかってはいるんで、だから箸にも棒にも引っかかりませんでした。あの、隣にいたね、同じ年の男性も、誰も来なかったりとかね、あの女性から今度ね、回転寿司トークになった時に、自分とか全部座ってはくれたんですけども、まあ、今考えれば、その若くて年齢が離れていても、ちょっと押すべきだったのかなっていうところもあるんですが、ある程度ちょっと帰って、第3希望までは最終ジャッジかけるんで、その後に女性からのアタックチャンスみたいな1枚ね、かけるの、自分のね、アドレスとか、LINE ID とかかけるのを渡されたり、男も1枚だけ渡されます。女性からも来なかったし、こっちから行ったのも今日ね、また1日経って帰ってこないので、まあ、それは望みが少ないんで、まあ、公務員のね、女性の方に入れたんですよ。まあ、ちょっとやましい気持ちで、安定した仕事の方なので、お金持ってかな、みたいな形で、うん。まあ、どっちみち動画ネタにするだけのことだったんで、それはね、いいんだけども。うん。まあ、なんていうかね、うん。カップルにならなかった人は結構大勢なわけじゃないですか。だから結果的にはその女性の5組、男性の5組の方に多分人気が集中したんじゃねえかな、単純計算でね。うん、という感じかなというところで。で、逆にお情けで連絡先をもらったとしても、本当にお茶飲み友達レベル以下のスタートでっていうことは、あの、関係者の方も言ってましたんで、どうぞ気楽にあのアドレスとか ID を、やっぱ女性の方でやっぱ何人も書いてない人もいて、係の方から書いてないですけどいいんですかとかって言われてる方もいたので、うん、まあそうですよね、女性からあんまり個人情報をね、垂れ流しっていうのもどうかと思いますんで、で男の方はね、必死になってね、渡してるおじさんとかいました。あんた1枚なのに自分でなんか別のメモを持ってきて2枚3枚渡そうとしてる人もいて、思いっきり気を開いてましたけど、うん、まあ俺なんかはその、ね、公務員の女性の方に渡しただけなので、まあもともと帰ってくるっていうことは考えてないので、うん、どうせね、あの来月からあの自分が本腰入れていく前の動画でも言ってるように、そちらの方の婚活を進めていくので、まあ今回は話題作りで、まあ高いね、あの参加費だったんですけれども、まあ面白いです。非常にね、あの有意義な時間で3時間もやりますね、みっちりやります。ただね、ラウンド数がね、1ラウンド3分なので、もう本当にね、早口。誰だかよくわかんない、だから女の人たちも困ってました。誰だかよくわかんないってみんな口々に言ってましたんで、うん、あと本当フィーリングだよねということは、もう本当に見た目と、まあ、雰囲気だよね、うん、それで、まあ、くっついていくという形になるんで、ただ若くて自分にある程度自信がある方だったら、これ参加したらね、面白いと思います。うん、非常にね、そういう方にはおすすめです。やっぱり年取ってる人とか、そういう人は、あの、まあ、あと見た目もね、ちょっとね、良くない人とかは、やめといた方がいいんじゃねえかな、というところになります。うん、ただ、おすすめではあります。もう俺は行かないけどね。もう行かないけどね。行かないのに勧めんなよっていうことなんだけれども。
まあ、ちょっとね早口で喋ってしまって申し訳ないんですけども、あんまりねだらだらねやってもね、どうせねまあ皆さん早送りで見ていただけないので、結果的にはダメでしたというところなので、で非常にね普通のクソパーティーよりも高いので、落ち込み具合が半端じゃないです。でかなりいい方もいらっしゃいましたんですよね、身なりのきちっとした人、男の人もみんなちゃんとした格好スーツでね着てたりとか、あと女性の人もそれなりのねこう綺麗な格好で一生懸命メイクしてきたんだなっていうのがねわかる、ね、パーティーでした。だから非常にそういう面では人間、参加している人間っていうのはまあ、レベルが高いんじゃないかなと。まあ、美形かどうかはね別として、だから男の人もブサイクブサイクじゃないのはまあ別として、もう姿容姿だけはきっちりとはしてたので、有料物件が結構ねいるんじゃねえかなっていうところでしたね。であと人数がねでも多すぎるとね今度絞りきれなくなるの で、あと誰が誰だか分かんねえっていうところもあったりするから、まあそこそこの本来だったらね20人以下ぐらいのところでいいんじゃねえかなという感じかな。俺は特にね不器用な男なので、そんなね何人かこう目星ちゃんとつけてとかね細かくねできないんでね、まあ A 型なんだけど、まあ、血液型関係ねえってよく言われるんだけど、まあ A でもちょっとね O 型寄りの性格なので、途中でね投げ出しちゃうんで、まあだからちょっとねそういった面でメンタル面でもあんまりへこたれないっていうか、へこたれはするんだけど一日寝ればね治るんで、だから本当にね帰りはねすげえブルーでした。高い金払って何の収穫もねえのかよと。でまあ若い女性でスノーボードやってる方でね、まあ30代前半の方で非常によく話は弾んだんですけども、まあどうせね連絡先とか渡したところで何にも帰りは何もないので、あえてね無駄なことはやらず、スルーしました。そういう方とかね、結構なんか友達同士でみんなでワイワイスノーボード行きたいなって話もあったんですよ。だからもしカップルになんなければじゃあグループでこう出かけたりとかっていうのやりましょうねなんて言っときながら、もうこっちも連絡先渡さないみたいな、まあ当たり前だよねそんなんね、無駄なことだよね。まあ友達にね本当はね自分の年下の男のね独身の友達いますんで、それらにね紹介しようかななんても思ったんですけども、まず自分のことがねできてねえんで、きちんと紹介しもできねえんじゃねえかなとね、失礼な真似はできないので、だからそういうことはやめました。まあどっちみちほらね来月前の動画でも言ってる通り、そちらで本腰入れてやっていきますので、まあねそれがねダメだったらもう独身生活をねもう貫こうと。だからタイトルが多分ねこの動画は変わってくると思います。独身男のなんかこうね日常みたいなタイトルでつまんねえなみたいなね、誰が見るんだよってね、そんなねおっさんのねこの生活ぶりなんかを、まあでもそうやってねちょっとね切り売りする感じにもなるんだけれども、そういったね配信もちょっとね最悪のことは考えてるんで、でまあツイッターとかでねねお見合いしたい人募集みたいなことやったけど、こう顔隠してるからねみんな多分怪しがって、応募者いないっていうねところもあるんで、まあスペック的にね俺は低いんで、だからまあ、そんなものはねないので、他のね婚活 YouTuber たちはねもういろいろ成功してるみたいなんで、まあそちらはそちらでうまくやってもらって、俺は俺でもうでも失敗体験談みたいなね形の動画になっちゃってるんで、だからね、人をまあ自分も苦労してる方とか人をねこう下げずんで笑いたい方はねもう見てもらって、あまたこいつやってるよみたいなね、全然もう堂々巡りじゃんみたいなね、ダメじゃんみたいなね、ことで思って、見てもらって楽しんでもらえればねいいかなと。まあエンターテイナーとしてね、まあそれが俺の動画でのポジションじゃねえかなと、この YouTube のね中でのね、ところもあるんで、まあ婚活自体はそういう形で見てもらって、あとは今度遊びのことをね配信していくので、スノーボードですとかね、まあ釣りまたね釣り人気ねえんだよ、人気ねえからねまあやんねえけど、あとは体験談とかね、まあ過去のねいろいろ面白い話も、俺ネタ満載の人生なので、まあ、気が向いたら暇つぶし程度にちょっとね見てもらえたらねありがてえなというところもあります。まあもともとね、そんな人を楽しませるような性格ではないし、外交的な性格ではないので、インドア派だったしね、面倒くせえこと大嫌いとかね、あとはまあねドキュンな人生も歩んでますんで、まあ、それがたたってね、まあ今になってんのかなっていうところもあるんだけども、まあ明るくね、生きていかねえと、まあ、人生つまんないんで、まあしぶとく、明るく
生きていこうと思ってます。まあ、しぶとさは誰にもね、負けないんで、うん、本当にね、しぶといので、うん。まあまあ、話がまた長くなっちゃいましたけども、こうやってね、楽しんでいただけたらと思います。まあ、結果的にはね、残念な結果になりましたけども、まあ、皆さんの期待通りにね、残念になってくれという声もあるんで、うん。まあ、こんなつまんない動画でもね、皆さん、中には、ちゃんと面白がって見ていただいてる方もいるので、まあ、期待に応えます。答えて失敗連続しますっていう意味ではない。意味ではないよ。うん。まあ、くじけずに、そこそこと、頑張っていきたいと思ってます。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。バイバイ。バイバイ。